こんにちは、バンブーカットの竹内純平です、今日は梅干しの料理を一つお伝えさせていただきたいと思います。今日お伝えする料理はですね、梅干しペペロンチーノです。略して梅ロンチーノですね。はい、とっても簡単なのでぜひ真似してみてください。ということで早速作っていきたいと思います。まず材料を説明させていただきますと、お水3リットル、そしてお塩 20g、 アスパラガス1本、パスタ 100g ですね。オリーブオイル 50cc に赤唐辛子2つ、ニンニク2つ、そして梅干し1粒というこのような内容となっております。最後お好みで胡椒をちょっと使っていただくので、はい、これだけあれば作れます。では早速作っていきましょう。沸騰したお湯3リットルの中にですね、塩 20g を入れていきます。結構多いんですけどね、しっかり入れてください。よくかき混ぜていただいて、この中にパスタ 100g を入れます。そしてですね、もう一個アスパラですね、これ先に袴取ってあります。そして根元このように折って、根元の方使いません。そしてこちらをそのまま中に入れて、アスパラの方はだいたい2分ですね、2分経ったら後ほど揚げます。ではこの間にソースを作っていきましょう。ソースですね、まず火をかけずに常温のオリーブオイル 50cc を中に入れていただきます。そして、ニンニクですね、こちらスライスしていただいて、はい、こちらのニンニクもフライパンの中に入れてしまいます。こんな感じですね。そして火にかけます。紀州の、梅干したちはですね、ものすごい進化をしてまして、蜂蜜梅ができたのがだいたい45年前から50年前ぐらいなんですけど、どんどんいろんな味が出てきて、今ではなんとオリーブオイル漬けなんてものも出ている会社があります。すごいオリーブオイルと梅干し相性がいいので、ぜひこの梅ロンチーノめちゃめちゃおすすめです。だんだんですね、まあオリーブオイル温まってきますね。少し出てきましたら、そしたら弱火にしていただいて、ゆっくりとニンニク抽出していきます。そしてこの間にだいたい2分経ちましたので、先にアスパラですね、こちらを揚げていただいて、このアスパラはもうお好みで切っちゃってください、はい、これ後ほど使います。あ、いい香りしてきましたね。そしたらこちらの中に赤唐辛子2つ入れていただいて、そして主役ですね、ダン紀州の南高梅を使った梅干しです。酸っぱい梅干し使っていただいても、甘い梅干し使っていただいても大丈夫です。ただ、甘い梅干しであれば、2つぐらい入れても美味しくなります。僕は結構2つ入れるのが好きです。そしてこれをですね、種を外して中に入れていきます。ちょっとこう叩くんではなくてですね、ゴロッと入れた方が僕は結構好みです。はい、でじっくりとまた味を出していきます。はい、ではですね、あと1分ぐらいの茹で時間になりましたら、この中の茹で汁をですね、ちょっとこう取っていただいて、 50cc ぐらいこちらのオリーブオイルの中に入れます。そして一緒に先ほど切ったアスパラも中に入れていただいて、よーく混ぜていきます。このオリーブオイルと煮汁が綺麗に混ざるように、まあ油と水なのできれいに混ざることはないんですけれども、混ざるようにソースを作っていってください。じゃあお湯を捨てます。
さて、お湯を切ったパスタをですね、先ほどのソースの中に入れていきます。そしてこちら和えるだけですね。すごくいい梅の香りがします。はい、見つけていただいたら、こちらでペロンチーノの完成です。ぜひ食べてみてくださいね。よろしくお願いします。